はい、約8割の方が、妊娠5ヶ月から7ヶ月の時期に挙式を挙げるので、個人差はあるんですけど、まあ、一般的には安定期って呼ばれる時期に挙げるのが、まあ、一番いいかなと。あとはつわりが落ち着いてから準備期間がある程度持てた方が気持ちに余裕もできるので、すごくおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、